折江津坂は日本の俳優。松竹少女歌劇の男役スターとして、1930年代のレビューブーム期に、同じ松竹の水野のたき子や宝塚少女歌劇の作用、福子、吉原邦子らと共に、断層の霊人として人気を博した。松竹歌劇の黄金時代を築いた人物として、水野と並び称される。松竹対談後は、 劇団主催などを経て1950年代初頭まで映画にも出演。その後は日本舞踊の師匠となり表舞台からは退いた。1912年、秋田県秋田市下米町に、添田博道、手夫祭の長女として生まれる。本名は添田テフ。後に、順馬と改めている。1921年に東京府大軸中野に移り住み、以後同地で育った。 東洋高等女学校の5年児であった1929年、東京小畜学劇部第二期生募集の新聞広告を発見し、どのようなものか感激した際にその華やかさに見せられる。両親や親戚からは受験を反対されたがこれを解き伏せ、試験に合格し、同年6月より東京小畜の一員となった。同期生には西条エリコラがいた。当初の芸名は、 ツバン折り後に、ターキーの愛称で一世を風靡する、水野滝子は一期生であった。様相姿1930年4月、東京六大学野球をレビュー化した、小竹座リーグ戦で注目を集める。1932年には、幹部に昇格。1933年6月、劇団音楽部員と経営陣の圧力が、 女性と劇団間の労働葬儀に発展し、桃色葬儀が起こる。津坂は葬儀館に組みすることなく、妥結後に謹慎処分となった水野絵に代わり、新生小畜歌劇において、アベックモア他に主演したが、舞台に活気をかく結果となった。水野絵復帰後に上演された、タンゴローザは、小畜レビューの最高傑作と評され、ターキー、オリエは、小畜歌劇の両輪として活躍する。 同年10月に上演された外宣門ではアンドレイ役が当たり役となり、1935年にはシャンソン・ダムールでも公演を歌われた。1940年9月には84名の女性が動員された台湾公演の座長を務め、旧都市で公演を行った。財団中から舞台の他映画にも出演しており、1936年には 水野絵ら松竹歌劇の面々と共に男性対女性にゲスト出演。1939年の映画、菊水対平記」では主演を務めた。タンゴローザにて、左から水野絵、渋谷正代、津坂。1939年に発表された団員の序列では、水野絵に次ぐ第2位に記名されている。津坂と水野絵は対照的な個性を持ち、 洋部を得意とし西洋的な柄があっていた水の絵に、対し、日部が、売りの津坂は、あえ物の若手姿などが、似合いとされ、ファンも二分されていた。古川六波昭和日記の1934年1月13日の、こには、小畜座で、水の絵のファンが、ターキー、ターキーと掛け声を発すると、これに対抗した津坂のファンが、津坂、津坂、折江。 オリエと応じる様子が描写されている。また、同時代を舞台とした、向井田邦子の小説、アウンにも、時代感を醸す要素として、愛、弟子と三人五人連れ立って、ターキーとオリエツ坂とどっちが好きかなどと喋りながら、蜜豆を食べたりするのだがという一文がある。両者と同時代に、宝塚歌劇のスターだった吉原邦子は、水の絵には、 宝塚のスターにはない独特の魅力があったのに対し、津坂は日本的な感じだったと評している。また津坂自身は、私の役柄はどなたも優秀の気候詩的なものが似合うように思われていますし、事実私の性格も地味で寂しい方ですが、自分ではむしろ三枚目の方が好きなのですと実感し、思い出の作品にも三枚目を演じた、ライラックタイムを挙げている。 一度大役で三枚目を演じた際に演出家の青山秋から好評を得、以後しばしば二枚目半を演じたこともあった。過労により、かつて持病としていたずらの症状が再発、悪化したことから、1941年の東京踊りをもって、松竹を退団。その後、地方移門のため松竹歌劇の後輩15人ほどを伴い、折江座を旗揚げし、全国各地を巡業。 1948年頃まで続けた。その後は、京都で宮城地下子主催の劇団にも2年ほど参加した。また、この前後の時期には、国民的漫画、サザエさんの実写化、第1.2弾作品である、サザエさん、前後編、サザエさんのドジマン化合戦などの映画にも出演している。1961年には、竹吹菊人形において、 織江津坂と大阪少女歌劇団名義で新竜宮物語の舞台に立ったことが竹吹人形の歴史年表に記載されている。おそらくこの時期が舞台に立った最終期と考えられる。東洋工場時代に若柳義三郎夫人若柳吉三刀による舞踊娘道な理事を見てから日本舞踊に特に関心を抱き小竹歌劇時代に 立花の左近に支持し名取名、立花のサもを得ている。1948年頃には、立花流の家元を継ぎ、宮城の劇団を離れてからは、日部の師匠として過ごした。以後は、内向的な性格に加えて、全息の持病、さらに白内障を患ったこともあり、表舞台に出ることはなく、テレビ等で活動を続けた水野絵とは、対照的に一般には忘れられた存在となった。 1978年に取材を受けた際には、日曜の雑事以外にはほとんど外出もせず、陰性している様子が伝えられ、インタビューの中では、活発に活動する水野へや宮城への同型の念を、とろしつつも、小畜時代については、ああいう、お仕事、私の性質としては無理だったんですね。神経が疲れちゃったんですと振り返り、両親が、お前には無理だと言ったとき、 素直にやめとけばよかったんです。そう今では思いますとの言葉を残している。その後長らく消息は不明であったが、2018年に刊行された大正昭和美人図鑑にて2003年に死去していたことが明らかになっている。有吉沢子の小説、工芸では主人公の母親がかつての恋人に要望が似ている津坂に熱中し、父の面影を求める。 主人公がその姿を見に劇場を訪れる件がある。また、津坂自身の演説者に、美貌の作家として知られた、矢田つせ子がいる。吉谷信子は、自伝的女流文壇士の中で矢田を取り上げ、ターキー水の絵さんと総花剣を競った、織江、津坂のいとこでよく似ていたと知るし、また瀬戸内寂聴も、湯浅義子との会話で、新オンラインなんかのグラビアで、 津坂織江みたいな写真を見ましたよ。作家には珍しい美人だなぁと感心して眺めたと10回しているが、津坂は八田の姉が嫁いだ先の血縁者であり、両者に血のつながりはない。交流は持っていたとされる。ありがとうございます。